大したうだる殺人請け負い業者一アプレゲールつまりこれはアプレゲールだまことにどうもけしからんと。 老探偵杉浦良平が独り言のようにしていったので助手の影山平六が「えな、え、何ですか先生そのアプレゲールというのは」と言って聞き返したがすぐには老探偵返事をしません新橋駅のプラットホームをあちらへ行ったりこちらへ来たりいかにもイライラした顔つきで何かしきりに考えていて。 他人の言葉などでで耳に入らぬという気色でした。老探偵杉浦良平の名前をご記憶の方だってあるでしょう老人は昆虫男爵事件だの蛇寺殺人事件なので数年前にはかなり名を売ったものでした戦争があの苛烈な段階へ入って以来つい最近までは世間へは全然交渉を立っていたがこれは 助手の影山平六とともに田舎へ疎開して成功うどくの生活をしていたからとのことしかしその平穏な成功うどくの生活をそういつまでも続けているわけにもいかずこうやって再び東京へ姿を現すようになったのは東和新報社という新聞社があるその新聞社で今度新しい試みとして探偵局というものを作り その局長として杉浦亮平を招兵したからです招兵に応じて腰を上げて出てきてみると東京には大小無数の犯罪が待っていた中ん族今老探偵が腹を立てているのは終戦後に起こった諸々の事件のうち殺人四季間小平義雄の事件あるいはまた定銀支店の毒殺事件にも匹敵すべき 大怪奇殺人事件が起こったからです。故障でもあるのか電車がなかなか来ませんプラットホームには乗客がだんだんに集まってきて身動きもできぬほどになりましたが時刻はちょうど午後の7時プラットホームから見下ろせる位置にある果物屋のラジオが7時のニュースを放送し始めましたいわく 浪組のストライキはようやく解決いたしましたいわく首相は今度の経済騒動に対して重大発表を行いますいわく多重のウラニウムを含有する新鉱脈が発見されましたそうして最後に問題の怪事件殺人請け合い業の犯人はいまだに逮捕の運びになりません 当局は鋭意犯人の捜査に当たっていますが目下のところ何一つ有力な手がかりもなく捜査首脳部の係官たちは疲労困憊の極みに達しているかに見受けられますというのですプラットホームの人々はこの最後のラジオニュースにじっと耳を傾けて聞き入り好奇心と恐怖とに入り交じった気持ちで息の根が詰まったような顔つきになってしまいました 老探偵杉浦亮平は内回り山手線電車を待ちながら靴先をコトコトと鳴らしていますその昔老探偵は古ぼけたモーニングに山高帽子う入れ歯のたるんだー後にはだらりとしたヤギひげを垂らしていたが今はまるっきり風船が変わっていて龍としたダブルボタンの背広に茶色のソフト、ヤギひげもさっぱりと反り落としている。 というのが実は大して理由のあることではない老人はあのモーニングや山高房を繊細にあって焼いたのです東亜信奉者に招かれて探偵局長になってみると新しい服を買わねばならぬということになったがそこは社からもらった支度金で思い切ってこのような服を作ってしまったついでに その服装に似合うようにヤギヒゲも剃り落とした、というわけですが、その服装のおかげには、見たところ大いに年が若返ったようで、昔よりもさらに頼もしく思える。ただし、実際には果たしてどれだけの活躍をするか、その点は今後の彼を見守ってやって、初めて判断のつくことでしょう。 老探偵は伸び上がって線路のかなたを見透かしまだ電車がないのだと知ると今度はピースを一本口にくわえて「いやまったくアプレゲールだ」と同じことを言いました「影山へい気こうアプレゲールだとは思わんかへい とは言ったが頭でっかちにガニ股の影山平六、この言葉の意味を知らないのだからどう言って返事をしたらいいのかわかりません老探偵はふふんと鼻で笑いましたアプレゲルとはなフランス語だよそうですか私はまた台風か何かの名前じゃないかと思ったんですが 違うよ。カサリンやアイオンとは別物さ。これくらいのフランス語、気候も知っておらなくちゃ恥をかくぞ。よいか、アプレゲールとはな、正しく訳すと戦後ということになるそうで、しかし戦後というものは、政治、経済、科学、芸術、すべてこれお粗末で、 乱調子で無き道だな。よってわしはそのお粗末で乱調子で無き道なものを総称してアプレゲールと言ってもよいと思うのだ。ああきのない返事をするものじゃないぞ。考えてみろ。今の日本に そういうアプレゲールでない何がある混沌無秩序大敗ばかりだ。パンパンしかりガストリしかり裏口料理またしかりだ。大臣が女のほっぺたにかじりつく小菅の刑務所が管理と代議士と重役とで満員になる。 17歳の少年がおめかけを持ち、夜学校は停電で休校だが、社交喫茶では停電を幸いと風気乱し、しかも闇夜の商店では、昼のうち充電していたバッテリーで高校と店を明るくしといて、取引交税の印紙を一枚も出さぬという寸法だ。 俺じゃ何が起こったって驚くにわたらぬ殺人請負い業者なんてのも考えてみるとあるが当たり前なくて不思議早い話が「命売ります」という広告を出した男さえもあったのだからな興奮して声が高くなったからそばにいる人々がびっくりして老探偵の顔をのぞいている しかしようやくその時に電車が来ましたそうして老探偵と助手とは風に揉まれる木の葉のごとく乗客の肩と肩との間でぺしゃんこになりながら辛くもその電車へ乗ることができました行き先は巣鴨にある青山という資産家の屋敷実はその青山家の主人公が 殺人受けおい業者による第三番目の被害者だったからです。二、三人の被害者。そもそも殺人受けおい業者のことが世間の噂になり始めたのは、年が改まって今年の正月になってからのことでした。まず最初に。 日比谷公園の立ち木の幹に次のようなポスターがぺたりと貼り付けてあったのです殺人依頼に応ず憎い人間邪魔になって困る人間があるものです当方はご依頼に応じその人間を殺してあげます謝礼定連、迅速決行 ご希望の方は当ポスター利用暗号文にてご加盟願います通行人がこのポスターを見てびっくりしたし各新聞社でもじきにその噂を聞き込んですぐに短い記事にして新聞に載せたがありていのところその時は誰一人それを本当にあることだと思ったものはありませんなぜというになるほど この世ではある場合にある事情からしてある人間をこの地上から抹殺してしまった方が都合がいいと考えるようなことがないではない欲深な金貸しの親父恋の敵事業の敵自分の重大な秘密を握った人間意地の悪い衆と小衆とのんべいでぐうたらで女たらしで しかも女房を酷使し子供を虐待するヤクザな亭主。などなどを殺したいと思うことがあるからその時その殺人を請け負ってくれるものがあるのは便利なようでさてしかしどうかしら実際にその殺人を依頼することができるのでしょうかポスターの文字は筆跡をごまかし毛筆に墨汁の黒線で書いてありました。 ところが「受け負い業者の名前もも住所も不明です。暗号文で依頼しろ」とあるが暗号文の作り方も説明していない謝礼・定廉とはあるもののまさか10円や100円で済むはずはなくとすれば10万円100万円と要求されるかもしれない結局これでは依頼したくても依頼ができないそれで ポスターは単なる人騒がせのいたずらにしか見えず誰も本気にはしなかったのです好奇心をほんの少し刺激されただけで世間ではじきにこのポスターのことを忘れてしまいましたそうして2週間ほど日がたちましたところが今度は日比谷公園ではなく上野公園にある立木の幹へ 第二番目のポスターが貼り出されたので、これは大変な騒ぎになったのです。二番目のポスターは、やはり猛筆に牧獣の黒線だが、前回よりもいささか長文で次のような文句。殺人受け負い業について、世上一般これを架空視するものが多く、よって当業者は宣伝用見本代わりとして、 お客様ご依頼にはあらざるも殺人3件を実行いたしますあるかないかは目で見てわかるいかなる地位にある人も当業者の手にかかったら命はない毒殺絞殺銃殺の区別もお好み次第一の殺人は映画女優雪村咲子さんにつき 当業者の実績ご覧あたりし当業者は雪村咲子さんに対し特別の怨恨を含むものにあらず見本第1号として咲子さんを選びたるのみ第2号第3号の見本は追ってお客様に無料申請いたしますが右により当業者殺人の確実性にご信頼賜りたくご信頼の上は 進んでご加盟願います「不安や躊躇はご禁物」「憎いやつ邪魔な人間を取り除くには勇気と決断とで当業をご利用」「世界にまたとない殺人請負い迅速秘密確実に決行」「しかも」 謝礼も割安にてお引き受けいたします以上まことにふざけた文句が入っている見本第一号だの二号だのまたあるかないかは目で見てわかるだのだから読んだだけではこのポスターが実感としてそうぴたりとくるほどのものではなかったのですが ポスターが貼り出されたのと同じ日の朝いわゆる見本第1号の女優雪村咲子が惨殺死体となって発見されたから人々は愕然として顔色を変えましたもはやこれは単なる人騒がせではない恐るべき凶悪犯罪の実現殺人請負業というものが本当にあるのだと分かったのです 幸村咲子はダイヤモンド映画会社のニューフェイス最近にあるギャングものの映画で大いにその実力を認められたばかりですが将来誠に有望な女優でした後で調べてみると誰かに特に恨みを受けたというような事実もなく美貌な女優にしては珍しく恋愛上のトラブルもないし友人知人の間では誰にもよく親しみ 愛されていた。だのに彼女はダイヤモンド社の第一スタジオで折から撮影中だった恋愛映画の一場面に使われるセットの中で首を黒のゴムひもで締められ椅子に腰掛けた姿勢のままで死んでいましたスタジオは前夜の12時まで撮影があり咲子はそれに出演して 他の俳優と一緒に午前1時頃そこを立ち去ったはずだというしかし朝になって掃除婦が行ってみると初めは椅子の上に置き忘れた女優のオーバーでもあるのかと思ったそばへ近づいて上からのぞいてすぐに咲子の土毛色に変わった顔と首にかかったゴムひもが目についたからひえっと とばかりに悲鳴を上げ、スタジオの外に走り出してきたというわけです届け出により警官が駆けつける地元警察と警視庁捜査課とが連絡を取り刀ごとく調べが開始されるがそれと前後して警視庁へは上野公園のポスターのことが報告されたからうーんそうだったか。 もう死の子の言っている場合ではない殺人請け負業者のやったことだとだけは分かったもののさてしかしその殺人業者なるものの正体がまるっきり分かっていない係官たちはふざけたことをしやがった畜生めはがみをして悔しがりつつ何しろこうなると事件の性質がそこらにざらにあるものとは違っている 第一殺人の動機が地上とか冤ととかかか物取りとかいうものではないしたがって尋常一様のやり方では事件が解決されそうもないがではさてこの前代未聞の殺人に対しいかなる捜査方針を立てたらよいのかそれすらもちょっと見当がつかぬといったような状態になってしまいました。 日比谷公園のポスターを軽視していたのがいけなかったんだそんなことを言ってみたって始まらんよ上野のポスターについて調べるのだ一体ポスターに使った紙はどういう紙だありふれたものだザラ紙をのりで貼り合わせただけのものだ新聞の巻き取り紙を使ったとかどこかの商店で出す包装紙を使ってあるとすると多少手ずるがつかみやすいがね ポスターを立ち木に貼りに来た時にその姿を誰か見たものがあるかもしれんそれをまずは探すことだないや姿を見たと言うんだったら雪村咲子の殺害で死体の模様から判断するとよそで殺してからスタジオへ運んできたものとは見えない節がある咲子は加害者と連れ立ってスタジオへ入りそうして殺されたのじゃないか 二人が連れ立ってスタジオへ入るところを誰か見たものはないのかな待て待て被害者と加害者とが連れ立ってスタジオへ入ったとばかり考えるのは早計だぞ何かの理由で被害者は一人きりでスタジオへ来たすると不意に加害者が現れてあのゴムひもで首を絞めたということもありえるぞ 不意に現れたのかどうかわからんね2人は何か話し込んでいた途中で加害者が立ち上がってやっつけたという場合も考えられるそういうことよりもここは普通に考えて狂気のゴムひもを洗ったらどうだそれもあるしかしゴムひもは子供たちが走り高跳びで遊んでいるあれに使うゴムひもを7本合わせてあるんだよ ああいうゴム紐だったらどこにでも売ってるからね。かまわんさ。ゴム紐を売る店を片っ端から洗っていくんだ。もしかして撮影所へ出入りする者とか被害者の身辺に近くいたものでゴム紐を買ったということが分かったら星はそいつだと分かってくるよ。指紋はどうだポスターの紙にはついていないかダメだよ。 鑑識で調べたが何もない。紫外線で見ても特別な発見はないスタジオではこっちもどうやら見込みはなさそうだね撮影機やライトやメガホンそれからセットの各部について一通り指紋を探してみたが発見されたものは俳優や監督や技師のものばかりでその俳優や監督や技師は 事件発生時刻と照らし合わせてみてちゃんと信用のできるアリバイがあるよ口論おつばく果てしがない結局のところ捜査はポスターを主とする者と雪村咲子を主とする者と二筋道で進むことになりましたが1週間ほどのうち有力な手がかりは一つもつかめなかったしかのみならず問題の犯人殺人請負い業者の方では 当本清掃している当局係官の苦心をニタニタ笑って感動しつつゆっくりと準備を整えたらしい雪村咲子が殺されてから10日目の朝商船秋葉原近くの掘割の淵に一見学者風の中年の紳士が胸に担当を突き刺されて死んでいたがその死体のそばには1枚の完成はがきに墨汁黒線で 見本第二号と記したものを小石を重しにして置いてあるのが発見されたこの紳士は調べた結果 S 大学法学部教授として知名なナミの中一という人物で死体を解剖してみると体内に麻酔薬の痕跡がありだから初めに麻酔薬によって意識を失いその後で胸を担当で刺されたものらしいと判断がついたが さて、それからさらに10日ほどの日が経つと今度は巣鴨十三丁目52番地青山栄の進という事業家がこれは自宅の書斎で死んでいたガス中毒ではあるが明らかに他殺でこの場合に限って何か盗むつもりがあったのかこの書斎の机や書棚を書き回した形跡がありしかし突起すべきことには。 波の中一教授の場合と同じく完成はがきに墨汁黒線で「見本第三号」と書かれたものが書棚の脇の壁にピンで留めて残されていたのです殺人請負い業者は上野公園のポスターで予告した通りのことを悠々やってのけたわけだから鼻を高くしてあざ笑っていたことでしょう。 世間では騒ぎが大きくなりましたいやねえ殺人請け負いによっての本当だったのよ気味が悪いわきっとこれは気ぐらいよそうかもしれないだけどこれからは人に恨みを受けたらその恨んだ人が殺人請け負い業者に依頼するということもあるんだし るると触ると触その話が出る定銀事件や小平の時より事件は大掛かりになった感じでした警視庁が示談打踏んで悔しがりつつこの凶悪犯の検挙に没頭しているのはもちろんのこと東亜新報社の探偵局では杉浦老探偵が活躍を開始していました老探偵は数日間寝食を忘れ 3つの殺人事件についての捜査資料を最大漏らさず集積し比較し分類したそれぞれの関係者を訪問しまた聞き込みを集め取り留めもない世間の噂話まで聞いただけのものは丹念に手帳へ記入した今日は夕方になって不意に新聞社へやってくるとうん少し面白うなってきたぞ。 影山お主も一緒に行け青山栄の進の家へ行ってみるのだそう言って助手の影山を連れ出したしかし急ぐでもないと見えて自動車には乗らず焦線電車電車を待つ間にさっきのアプレゲール論をかなり散らしていた といういわけでした3幸福な一家なるほどなるほどでは奥さんとしてはやはり何もお心当たりがないというわけではあいくら考えてみましてもくの主人に限っては人様に恨みを受けるようなことはなく。 それに家の中も、この長年のうち、誠に円満で幸せでございました。家にいては、荒い口一つ聞き合ったものがありません。亡くなった主人は、事業家としては珍しい人物だとよくおっしゃる方がありましたけれど、貧困も正しく、貴重面で、子供たちにとっても、本当に良いパパでございましたから。いや、 ご主人が稀に見る人格者だったということは、私の方でも調査の結果分かっておりますわい。しかし何しろ今度の事件では、第一見本の雪村咲子さん、第二見本の奈美の中一博士、この二つの場合に比較して、後藤家の場合だけはいささか違った点がありますのでな。というのが、 こちらのご主人だけは自宅にいて殺害されています。そこで少なくとも2つのことが言えるでしょう。第一見本でも第二見本でも犯人の姿を目撃したものはない。が後藤家の場合はもしかしてお宅の誰かが犯人を見ているのではないだろうか。 それから次に、犯人は、お宅の勝手を知っていたものではないか。この2点が考えられます。まあ、そんなわけでして、くどお伺いして、繰り返し同じことをお尋ねするのですが、えーと、そうでしたな。今夜は、私は、奥さんだけではなくて、 ご藤家の人々を全部にお目にかかりたいと思って参ったわけです。それも一人ずつ別に会うのではなくて、全員お集まりを願って、その席上、私の意見を申し上げ、皆様のご協力をお願いしたいのでして、いかがでしょう。そうさせていただくと大変都合が良いのですが、 青山家では殺された江野紳士の細君で今は未亡人となった静子夫人がまことに怨霊低粛で物分かりの良い夫人です一つには非業な最後を遂げた夫のため二つには社会一般の不安を取り除くため一日も早く犯人を検挙してもらいたいという熱意を持っているだから夫人は嫌な顔一つせず老探偵を迎えた それから2人で事件についてのことをいろいろ話し合ったわけですついでにここで説明すると青山家はまことに大きな世代だった静子未亡人のほか S 高等学校へ通っている長男の青山英吉次男で中学生の青山英二娘は今年18歳で千代子といい子供はこの3人だけだが 兼秘書の川本城太郎というのがいたし自動車運転手の安井恒夫女中が2人で石本初江と若尾公子まだその他に静子未亡人のいとこで戦争のためまだ若くして夫を失った磯部恵子栄野進の親戚で満州引き揚げの山田千吉同律子の2人飼い犬が秋田県 といった具合で合計すると11人の人間に犬1匹という大世帯しかも静子未亡人の言葉にもあった通りで家の中の人々は互いによく親しみ合い幸せに楽しく暮らしているというのが江の紳士夫妻がまことによくできた人物だった経済的にも豊かだから 満州から引き上げてきて仕事がなくて転げ込んできた山田夫妻なども大変親切に面倒を見てやっていたから誰も不平や不満を持つものがないインフレだとか就職難だとか世間一般の生活は苦しかったがここばかりはいつも平穏で満ち足りていて苦労の種が一つもない性格的にも皆常識があり礼節をわきまえているような人物ばかり 心さえ殺されなかったらこれほどにも平和で愛情に満ちていて生活にゆとりのある一家はまずめったに見つかるまいと思われるくらいでした出し抜けにこの幸福な家に魔が差したそして幸福のための支え柱 A の心が殺された憎いわ殺人請負業者というやつ ほんとね。何もうちの旦那様を選んで殺さなくってもよいじゃないの女中たちがそう言って歯ぎしりしました書生も運転手も同居者の磯部恵子も山田夫妻も同じです言い落としましたが磯部恵子はフランス語が達者で文学好きで作家志望のインテリ女性彼女は偶然だが 今度の犯罪をアプレゲールだと一度言ったことがありますあたかも杉浦老探偵がこれと同じ言葉を使っているこれもここで打ち明けて話すと実は老探偵この言葉を磯部恵子から教わった事件の調査で青山家へ来て磯部恵子にも数回会ってみたがその時慶子は こんな殺人請け負業などという馬鹿げた犯罪の起こるのはアプレ・ゲールの一現象だと言った老探偵その言葉が気に入って影山平六の前では大いに威張って何食わぬ顔をしてこのフランス語を使ってみせたにすぎません老探偵の要求で家族全員青山家の中庭に面した来客用の広間に集合したのはそれから間もなくのあとのことです この時に老探偵はこれがあいにくと今にも雪の降り出しそうな寒い日だったにもかかわらず広間の障子もガラス戸も全部開け放しておくようにと奇妙な注文を出した伝統も特に頼んで200ワットの明るいのに変えてもらいさて一同が集まるといやまことにびっくりするほどの大きな声で次のようにおしゃべりいたしました こんばんはみなさん。ご対応中をお邪魔して、はなはだ恐縮しておりまする。が、凶悪、無来な殺人請負業者を一日も早く検挙しようとする当局係官への協力のため、私も努力しておりますし、みなさまも思いは同じこと。それについて、 今日まで私が調査した結果をご報告したいと思ったわけであります。今までの調査は犯人逮捕のための準備工作。これからが積極的捜査に移るのですが、私はご同家の皆様が揃って信頼に足る人物であることを思い、今度のご協力に期待します。 普通の探偵だったら、捜査の途中では貝のように固く口を閉じていて、おしまいに出し抜けに犯人を捕まえるのですが、後藤家を相手にしてみると、そんな古いやり方は不適当だと私は気づいた。だから私の知っていることをここに総合してお話申し上げる。そして、 今後の方針を明らかにするというわけであります。ね、え先に結論から申し上げますが、私は数日間の努力からして、ようやく2つの解決法があることを発見しました。その1つを A とし、他を B としましょう。A から説明しますと、A は、 この青山家を中心にして捜査を進めるということで言い換えるとこれは青山家の皆様に一応は疑いをかけるということになるかもしれない皆様としては心外なことでしょうしかしこれもやむを得ないことだから我慢をしていただきたいのであります実は3つの殺人事件のうちで 青山家の場合は先国奥さんには申し上げたが他と異なった特徴がありました A の紳士氏は自宅の書斎で殺されたのですしかもガス中毒だった A の紳士氏は経営する会社の件で調べ物があり深夜書斎に閉じこもっておられた そばに暖房のガスがある。するとガスの火が知らぬ間に消えたのです A の紳士は調べ物に熱中していたからそれに気がつかずにいたそしてガス中の一酸化炭素でやられてしまったこれが今までに分かっている事柄であとは 誰がそのガスの火を消したかというのが問題であります。ところがガスの火を消すにはどうすればよいか。言うまでもなく暖房に付属した線を示さえすればよいことで、しかしこれは暖房器についている線とは限らない。その前の配管の途中でも、 またはガスメーター付属の線でもどこを閉めてもかまわない一度閉めて火を消してからまた元の通りに開けておくと今度は有害な火のつかないガスがそのまま室内へ出てくるからこれでやられてしまうわけです犯人はそういうやり方をやったに違いない そして、江ノ紳氏が自分でそんなことをするはずはないのだから、誰かが、はじめから殺人の計画を立て、人知れずガスの線をひねったものに違いないのですが、さて、その線は、多分、この体内のうちにあるものでしょう。おそらくはガスメーター付属のものと考えられます。そうして、 その帝内の線をいじった者が誰だかというと帝内の勝手を知った者だろうということになってくる皆様としては不愉快でも一応嫌疑中の人物にならねばならぬわけがこれでお分かりになったと思いますが私はあえて断言するが今夜ここにお集まりになった方については既に十分な調査をしました そして一人として怪しい点がないことを発見しました。従って、皆様以外の人物で、青山家の家の中の様子を知っている。そうして、ガス管などを怪しまれずにいじることができる。そういう人物を探さねばならない。その点で、今後皆様にご協力願いたいというわけであります。 以上 A はお分かりになったとして B をお話しいたしましょう B は至って単純明瞭平凡低調つまり殺人請負業者は3人だけ殺したがこれからもまだ犯行を重ねるであろう真実殺人を依頼するバカ者があるかもしれぬしでなくても この犯人は一種の変質者だと見られる節があるから殺人行為そのものを面白がっているそうして4回目の犯行を企てるその時にこそやつを引っ取られてしまおうというのでしてこれはしかし平凡低調な捜査方針である一面一つの重大な意味を持っています というのは今後もし同じような犯罪が起こらぬとしたら犯罪の範囲は今までの3人の被害者の周囲ことに特別な傾向を見せた青山家の事件に限られるからここをついてさえいればいつか必ず犯人は検挙される還元すれば犯人は 青山家の周囲にあるということになるのですし同一犯罪が繰り返されると捜査は青山家にばかりへばりついてはいられないそういうことになるのですいやあ長話でご迷惑でしたろうこれで私の話は終わりといたしますからその後で老探偵は影山助手に命じて 障子やガラス戸を閉めさせたからやっと室内が暖かくなったが一度なんだか物足らず変な気持ちがしていましたどうも探偵のしゃべったことは大して聞きがいのあることのような気がしなかったガスの線のことも青山家の人々としてはもう探偵の説明がなくても知っているだのにそれを声を大きくして説明した。 分かったようで、わからないところがある。寒くて風邪をひきそうになっただけで損をしたみたいだと思ったくらいです。ほどなくして、探偵は静子夫人にいとまごいをした。それから、青山家の門を出ると一緒にどしんと影山助手の肩をたたいた。おい。どうだった？わしの演説は？まあともかく。 どうも。変な言い方をするもんじゃないぞ。ともかくどうだったええー、まことに、雄弁で、適切で、それに面白くて、ためになって、涙がパラパラ。バカお世辞言ってやがる。いや、わしも今夜は閉行した。やりにくかった。 こうするのが一番の近道でしかも他に良い手段がなかったからいきなりあの家を訪問したがヘマなことばかりしゃべっているようでわしは自分自身そう言っているのだから青山家への訪問は初めから躊躇しつつしかし思い切って行ってみた結果が自分でも決まりが悪いようなものだったかもしれないしかしながら 時々こうして変に決まりを悪がるのはこの不遠慮で下品でそういればをガクガク鳴らしている老探偵の見かけによらぬ癖でありますものの2 0 0ルも歩いた時老探偵はすっかりと機嫌のいい顔になっていたそうしてまた助手の肩をたたいていったなあおいアプレゲールだぞ アプレンゲールには対応してのアプレンゲール的変則操作官も活用せにはならん。なあに、これでよろしい。わしは近頃になく苦心した。そして一つの睨みをつけた。この睨みは狂わんだろう。近いうちに、 殺人請負い業者がどんな顔をしているやつか気候にもお面にかけてやるぞ4鬼畜の正体心中何か密かに画策しているものがあるのは明白でしかし果たしていつになったらその画策が実を結ぶか。 老探偵が青山家を訪問してから数日間別に変わったことも起こりませんでしたもっとも殺人請け負業者の正体がまだつかめないので警察当局に対しては次第に非難の声が湧いてくるまたある新聞社へは差出人不明の一通の封書が届いたから開けてみると中には「殺人請け負業者に次ぐ」 殺人依頼したし謝礼金10万提出、ス連絡方法至急指示ありたしという広告を掲載してくれという手紙に添えて広告料のつもりらしい小合わせが数枚入っていたことなどもあってこれにはその新聞社も当枠したものですこんな広告を載せるわけにはいかない広告にせず こういう投書があったということを記事にして出しても面白いがそれではなおさら目に立って請負い業者と依頼希望者との連絡をつけてやることになる結局握りつぶしにはしましたがいっそ広告を出してやってそれで請負い業者を釣り出した方がよくはないかいやそう注文通りに行くといいがでないと悪い場合には。 新聞が殺人ほ助罪を構成するよした方がよいというので社内の議論が2日も続いた都民一般としてはもちろんこの凶悪犯罪を憎み嫌い恐怖しているがまた中には「しかし収賄代議士や収賄大臣などはどうだろうね?」 収賄の秘密を握っている人間を請負いに頼んで殺すということもありえるぜうんそこが請負い業者の狙いかもしれん声太った収賄者から大いに絞り取ろうという算段だいやそうだとするとこいつ頭がいいよ収賄相手なら連絡方法の指示も必要がない 目星をつけた大議師大臣のところへ押しかけて勧誘すればいいのだからね勧誘の前に殺人技術の優秀なところを宣伝披露してあるというわけだなどと勝手な推測をしているものもありました杉浦老探偵は黙り込んで何かじっと待っているふうだった7日8日 10日経ったっ冬なのにひどく暖かい日の夕方東亜新報社探偵局の電話がチリチリとなる老探偵が受話器を耳に当てると「おおさようかよろしい、わかったすぐに出かける」そうして急に目を輝かして「こいよお主にも見せてやる」 助手影山平六に声をかけパッと探偵局を飛び出した今夜はこないだの青山家訪問と違って探偵局専用の自動車で着いた先がメトロポリス映画館です外国映画のロードショーをよくやるところだがまことにこじんまりしていてきれいな館車を降りると老探偵はぎろりとすごい目で辺りを見回し すぐに映画館のうちに入ったが目が暗闇になれるまでじっと壁のところに立っていてそれから「よし来た大丈夫だ」つぶやくように言ったと思うと助手の腕を引っ張り入り口に近い席へ腰を押しつけてしまった映画は恋愛ものですそして美しい音楽でした しかし探偵は助手の耳へ口をつけるようにして話し出しました注意しろよ殺人請負い業者が来ているぞえ今映画を見ているそれに大変頭脳聡明なやつだ大勢の人のいるところでは絶対に行動を起こさないだろうから 今のところこっちは見張りだけ残していればいいが今夜は奴第4番目の殺人をやるつもりだからなしかし先生分かっているのだったらすぐ捕まえてしまった方がところがそうはいかん狙いはつけてやるあいつに違いないと思うだが巧妙な奴だ 証拠なしでは断罪ができないだから多少の危険があるにしても現場で捕まえるのが手っ取り早いこっちは奴がその第4番目の殺人に取りかかるとたんキューとばかりとっちめるつもりだよいかまだ時間があろうその前に説明してあげようそもそも今度の事件ではわしの着眼は あれやこれやと迷い抜いた末に三つの殺人について公約数を一つ見つけたいということだった公約数とは何だかわかるかないえどうもお主のボンクロ頭じゃわからんのが当たり前公約数とは共通の因子のことだ因子とは 事件を構成する個々の資材のことだところで3つの事件での公約数は何であったかそれは第一に犯行の手口が男でなくて女でも可能な方法だということだった雪村咲子はゴムひもで絞殺ゴムひもとは考えた女の力で十分だろう の11博士は胸に担当を突き刺してあったものの実は解剖で麻酔剤が検出されたから結局担当よりも麻酔が先だったのでこれもやはり女にできる最後の青山英之進はガスの線を指でひねるだけだから女にもやれることは間違いないそこでわしは こうして発見した公約数を女と決め次に3つの殺人の連立方程式からもう1ついかに小さなことでもよろしい共通に使用されている数字を見つけたいと考えこれで意外に骨を折らされた雪村咲子の式ではニューフェイスの女優スタジオ 美貌等々の数字があり、浪の中一博士では、教授、独身、宴会の途中、秋葉原などというのが出たし、青山氏については、人格者、幸福な一家、低粛な細君に成績の良い子供もたちなどあって、しかも3つの見本は、互いに何も連絡したものがないように見える。犯人はポスターで、 見本ととししてて人を殺すと言ってましたね。だから手当たり次第世間の評判になりそうなのを殺したのだから3つの見本の間に何も共通したものがないのは当たり前じゃないですかどう考えるのも無理はないなおわしも初めはそう思った。数字にしてしてまうと、 1> 第1未本で ABC 第二未本で XYZ 第三未本でアルファベータガンマだ俺じゃあ連立方程式に手のつけようがないが今も一旦が努力したそうしてやっと一つ見つけた第一未本と第三未本とに連絡があった というのは人格者で知られた青山英之進氏にも若気の会質というものが一つだけあったということだ雪村咲子は英之紳氏の娘だということをわしは探り知ったのだよはあうまくごまかしてやった誰も知らずにいた いやただ一人だけそれを知っていたものがあるそれは A の神が陰にいて何かと咲子を講演するため連絡者が必要だったからだがさてこうなってみると話は簡単になってきたわしはその連絡者が密かに咲子に会ったと推定した秘密の連絡者だから咲子も秘密に会うため 深夜のスタジオを選んだのだ。そうしてしかし、その連絡者が咲子を殺したのだ。問題は連絡者が誰だか知ればよいことになった。しかも連絡者は青山、江野紳士までも殺してしまった。その殺人において犯人は、青山家の内情に明るいものであることを、 不覚にも暴露した。これで分かったろう犯人は女だ。青山家の内情に明るいというのだから青山家の一員だと考えてよい。そこで犯行は巧妙であり頭の悪いやつにはできることだから頭脳明晰な女を探せばよいということになる。 考えてみろ青山家に女がどれだけいるかしずこふじんの千代子女中が石本初江と若尾公子まんし帰りの山田千吉の妻の律子とそれからあっわかりましたわかりました先生はあの磯部恵子のことを言ってるんですね そうだ。あの女以外にはない。あの女は文学好きでフランス語が達者でアプレ・ゲールを知っておった。頭脳・名晰男勝りのところがある。はっきり言ってしまおう。わしはあの女こそ犯人だとにらみをつけた。そして警察とも相談して見張りをつけておいた。 その見張りから映画館へ彼女が来ているという報告があったわけだ。そうだ、もう一つ説明せにはいかんだろうな。わしはこないだ青山家へ行ってすこぶるヘマな演説をしてきたろう。あれは磯部恵子を釣り出すための演説だったのだ。と、言いますと 寒いのに障子を開けといたりしたあれはただ相手が稽古でこっちの腹を見抜かれると困るからカムフラージュにわざと変なことをしただけで実は目的は演説のうちの最後だけを稽古に聞かせるのにあった先に言ったようにこの事件は直接証拠がつかみにくい犯人がそれだけ狡猾だ いきなり捕まえて例えば麻酔剤を所持することが分かったところでそれを用いてナミの博士を麻酔させたということはそう簡単に立証できぬかもしれないゴムひもの入手先でイコがそれを買ったと証明すれば結構だがイコが変装して行って買ったとしたらそれだけの話だわしはおびき出そうと考えた そこで言ってやった殺人がなお続いて起こらなかったら捜査は青山家の周囲に集中するとな恵子は危険を感じた次の殺人を刊行し義運を青山家の周辺から追い払う必要を感じたえやそもそも殺人請負業などというものを考え出したのは 彼女のの聡明なな頭脳による捜索なのだ犯人が犯人とは全然縁故のない人間を見本として殺したように見せかけたのだ犯行発覚のもとは円弧をたどられることが多いだから縁故があると見せてはならないそしておそらくは波の博士など事実上犯人とは無縁故であり 見本殺人の巻き添えを送ったものだろうかくして彼女はほくそえんでいた世間も警察も殺人請け負い業という架空なものを探している大丈夫だと思っていたがそこへわしは警告を与えた彼女は第四見本を作らなくてはならぬという立場に追い込まれた 機会を待ち、ついに今夜外出して映画館へ来た映画館で見本を物色するそうして外へ出て人目につかぬところでその見本を殺そうというのだまた何か書いたものを残すだろう今度は依頼による第1回殺人とでも書くかもしれない 結果として捜査の目は青山家を外れて架空の殺人請け負業者の方へ向けられるだろうという寸法だおっと待て映画が終わるぞ慶子は右側の中ほどの席にいる実際に見本第四号を作ってしまっちゃ誠にわしが申し訳ないことになるからななるほど映画はもう終わりだった 「そうして立ち去る人の波の中に磯部恵子のオーバーの襟を深く立てた横顔がちらりと見えたのです」「告白こんなにまでたくらみの底を見抜いた目がたじろがず自分の背中に注がれていてはもう誰にしても逃れる道はありません。 けれども知らぬが仏その夜の磯部恵子の行動はかなり奇怪なものでした映画館を出ると彼女は初めのうち振り向かずそこを立ち去ると見せて横の路地に出ると間もなく不意にふらふらよろけるようにしてとあるビルディングの冷たい壁へ辛くも身を支えましたそこは映画館からも遠くはないが 時刻がもう夜の9時だから人通りがうんとさびれていて街灯もあまり明るくない紳士邸の男がそばで立ち止まりました後で調べたらこの紳士は同じ映画館で稽古の時近くの椅子にいた男で映画を見ている間に稽古の意味ありげな視線が幾度も投げかけられたからそのまま帰る気がしなかった。 つかず離れず稽古を追ってきたというのです稽古は後に「浪の中一博士」をも同じ手段でやったのだと申し立てていますただし浪の中一博士は電車の中で彼女の誘惑を受け秋葉原駅で下車したのだということでした今は銀座裏の横丁です紳士は。 誘惑の薔薇の棘がどんなに恐ろしいものかを知らず、つい寄せられるようにしてケイのそばへ近づきました。ああ、やっぱり来てくださったのね。私、知ってたの。きっとあなたが来てくださるってこと。恵子コはにっと笑って言ったそうです。いやあ、びっくりした。君が地べたへ倒れるのかと思った。 気分が悪いんじゃないのうんうん平気よ倒れるまでしないとあなたそばへ来てくれそうもなかったからだわああそうだライター上があってい子はシガレットケースを出してパチンと開くと一本を自分の口に加えそしてもう一本を真摯につまんで出しましたおいしいのよあなたも吸って これじゃあ誰だって手を出します同じ手口で駅のプラットホームで乗客を麻酔させ身ぐるみ盗み去った犯人があるその犯人はまだ逮捕されていないが男だった男が男にすらやられるのだから恵子がやるとなったら相手の男は文句なしにやられるに決まっている待てそのたばこ だら死ぬぞ。杉浦探偵が闇の中からどなりました同時に影山と2人弾丸の速度で飛び出しました恵子はシガレットケースをバタンと地上に落としました拾っとけそのケース麻酔タバコの証拠品だ老探偵がまた叫んだから逃げかけた恵子が「あっ」と声を立ててそれを拾いに戻り それだけ逃げるのが遅れたので影山と老探偵とで前後から稽古を挟み撃ちの形となりました稽古にはそれが杉浦老探偵だと分かったそしてそこへ立ちすくんだまま「ああやはり私の負けだわ」と言った目はちばしっているが にのように青い顔です。杉浦探偵が肩へ手をかけ「落ち着くのだね往生際はきれいにしなくちゃいけないよ」しんみりと時悟す長で言うのでしたあとは詳しく語るまでもありますまい磯部恵子はがっくり首を垂れてしまいました。 逃げもせもせせずず抵抗しかし不意にさっきのシガレットケースからタバコを1本出して口にくわえようとしたのでそれを老探偵が素早く叩き落としました麻薬入りで危険なもの自殺の恐れがあるのでした警視庁へ行くと捜査一課に杉浦探偵とおなじみの宇治原警部が待っていましたそうして子は まもなくあらいざらい自分のしたことを告白しました。その告白の大部分は、映画館の中で探偵が助手に語ったことを繰り返して述べるようなものばかり。しかし、一つだけ意外に感じられたのは、この犯罪の動機についてです。ケイは次のように言うのでした。何もかも、こうなったら話してしまいますが。 私は本当は青山家の幸福さが憎くて憎くてたまらなかったのです。私は戦争で夫を殺されました。遺産が少しあり、それに青山家で世話を見てくれるから、寝たり起きたり食べたりする、それには少しも不自由はなく。でも、 こういうことが人間の幸福な生活だとは言えないと思いました睡眠と食事それだけだったら獣でも鳥でも同じでしょ私は何か足りぬものがあるといつも思いでも青山家の人が大変幸せそうにしているから一緒に幸せな顔をしていて しまいにそのうその幸せが苦しくなると青山家の人たちがバカのように見えるし憎くなったしそうだここでこの幸せの幻影を私がぶち壊してしまってやろうと考えたのでした幸せをぶち壊すには主人公を殺すのが早道で しかし私が疑われるのは嫌でしたから殺人請負い業者のことを思いつき全然無縁子な人を一緒に殺そうと決心しました女優の雪村咲子は無縁子でなく大変深い縁故があるのですけれどそのことは世間が知れないようになっているし秘密に私が近づくことができるし手始めの試運転にはちょうどいい と思ったのですが、次に奈美の博士を殺しそれから目的の青山家の殺人では本当はもうあとはやらないつもりでいたのがやらなければならぬような気持ちになったから今夜のような失敗をしたのですいいえ私は精神病じゃありませんでも こんな人殺しを平気でやったのはやはりどこか異常があるのでしょうか自分で自分の精神状態を疑っているところがあるこれは精神鑑定をしてみたらわかることでしょう杉浦探偵が影山助手に言いました「ノー影山わしは憂鬱だよ」 はあ気のない返事をするなよ。わしは戦争未亡人というものについて考えさせられた戦争未亡人をほったらかしといちゃいけないな彼女の心こそアプレゲールでいっぱいだだからして精神も狂ってくる。 早くどうにかしてやらぬとかわいそうだよ。そうして探偵は長いため息をつくのでした。